はいどうも、ビバです。今回はこちらのまん丸のボトルアクアリウム、この中には我が家で飼っている数少ないメダカが入っています。夏の間は別の容器に入れてベランダで屋外飼育をしているんですが、寒くなってきたら屋内で飼育をしています。今回はたまたまこの丸い容器が空いていたので、こちらで飼育をしています。このボトルアクアでは水草も植えているんですが、見ての通り水草が勢い良すぎて水上に飛び出してしまっています。しかもなんかめちゃめちゃ綺麗なんですよね。ここまで綺麗だとちょっとカットするのためらっちゃうんですけど、今回はバッサリ切ってしまおうと思います。さっきの水草はポゴステモンデカネンシスという水草なんですけど、初心者の方でも比較的育てやすいんじゃないかなという水草。ただ1点注意点、根の張りがめちゃめちゃすごいです。今見えてるこの白い線、実はこれ全部ポゴステモンデカネンシスの根っこ。このボトルアクアリウムのほぼ全域にものすごい長い根を張り巡らせています。こんだけ根を伸ばすんだったらさすがに育成も簡単だよねとちょっと納得。他に植えてる水草はポゴステモンヘルフェリー、ギザギザの葉っぱが特徴の前景にも使える小型の水草です。それとニムファミクランサというスイレンの仲間、これもこの種の中では結構小さめの方だと思うんですけど、こういった丸い浮き場を水面に向かって伸ばします。この上にメダカとか来るとちょっと可愛いです。今回は何をするかというと、このボトルアクアリウムのメンテナンス。ガラス面が全体的に焦げてるのと、見ての通り水草も伸び放題、この辺りをすっきりさせていこうかと思います。この球体水槽を使う場合のメリットデメリットなんかもお伝えしながらメンテナンスをしていきたいと思います。それではやっていきましょう。それではメンテナンスを行っていきます。今回は水草のカットとガラス面の掃除と、あと低床の汚れも取っていきたいので、それらを行うためのメンテナンスツール、まずは水草をカットするハサミですね。小さいボトルだから小さいハサミの方がいいんじゃないかと思う人いると思うんですけど、この中に手を突っ込んじゃうと水位がガバッと上がって溢れちゃう可能性があったり、この容器に限って言えば開口部がめちゃめちゃ狭いので、作業のしやすさで言うとこちらの長いハサミの方が効率よく作業できます。同様にピンセットも長いタイプ。そしてガラス面の掃除なんですが、メラミンスポンジをピンセットで挟んでガラスの内側の汚れゴシゴシと落としていくのが一般的なんですけど、どうしてもこの直線のピンセットだと中に石とか流木のレイアウトがあるとちょっと作業しづらいです。一応メンテナンス用品としてこういったマグネットタイプの曲面ガラス用のクリーナーがあるので、これを使うとストレスなくガラス面の掃除ができます。最近無印で購入したこちらのスポンジと持ち手がセットになっているお掃除用品、これも小型水槽には結構使いやすいと思います。そして低床に溜まった汚れを取るのはやっぱりプロホースが一番便利かなと思います。プロホースはサイズがいくつかあるんですけど、これは一番小さなプロホースエクストラ S、 小さな水槽にはこのサイズが使いやすいと思います。ただビバアクア的にはこちらのクイック水換えポンプミニもおすすめ。こちらのクイック水換えポンプミニは低床掃除用のノズルが付属しているのと、ホースを棒状にするパーツも付属しているので、低床の掃除用品としてとても使いやすくなりました。低床の掃除用品としてはプロホースエクストラ S かクイック水換えポンプミニ、どちらか用意しておくとメンテナンスが楽しくなります。いやまあ楽しいかどうかは分かんないです。あと計量カップに不織布を重ねたもの、これは切った水草をボンボン捨てるゴミ箱ですね。もちろん最後の水換えにも活躍します。それではちゃちゃっと作業をしていきます。ではではまずはヒーター撤去ですね。メンテナンスの作業時に邪魔になるのと、万が一ヒーターのコードをハサミで切っちゃったら大惨事なので、このヒーターは外します。ちなみにこれは Amazon で買った超小型のヒーター、水温調節もできる優れものなんですけど、さすがに耐久性に難があるのかすぐ壊れちゃったっていう報告も結構上がっています。一応我が家では問題なく使えてるんですけど、購入される方は耐久性に難があるかもしれないという点はご注意ください。まずは作業の邪魔になりそうなので水草を切っちゃいます。一応このボトル CO2 添加もしているんですけど、まさかここまで大成長するとは
まあ、若干思ってはいました。この水草本当に成長が早いし頑丈。ただ根元の方は若干葉っぱが白くなってますね。これは空中に出てそっちにエネルギー使ってたのか、水上に出た部分の鮮やかな緑に比べて根元付近は葉っぱがかなり白く枯れたようになっています。すごい根っこが伸びている。こういう茎の途中から根を伸ばし始めると本来まっすぐ伸びてた水草が斜めになってくるんですよね。特に小型のボトルだと水草が横になっちゃうとレイアウトが荒れちゃうので、やっぱりこまめな水草の調整、小型水槽ほど気をつけた方がいいかもしれないと散々メンテナンスを放置してたビバーカーが申しております。お、すっきりしましたね。すっきりしすぎましたね。続いてニムファミクランサの色の悪い葉っぱ、これもカットしていきます。本来はこんな感じで緑の鮮やかな浮き葉、こっちはもう枯れちゃうであろう色の悪い浮き葉、これを間違わないようにカット。ラムズホーンが器用に綱渡りしてますね。続いてガラス面掃除をしていきます。ゼックスさんのマグフィットフロートラウンド、なんだかんだこれが便利なのでこれを使って掃除をしていきます。こちらの白い取っ手部分は容器の外側から、こっちの黒いスポンジ部分は水槽の中に入れて、おっつ、実はこれ磁石でくっつくようになっていて、ガラス容器の外から内側のスポンジを動かすことができます。なので掃除の時はガラスを挟み込んでキュッキュッキュッと掃除をしていきます。これはね本当に便利だと思う。曲面ガラスの水槽を持っている方は必須のメンテナンスアイテムかと思います。ただガラス面を挟む時に内側に砂とか挟み込まないように注意してください。砂を挟んだ状態で擦ると絶望します。あとこのツールのメリットは何ですかね。黒いスポンジが水に浮かぶのと、あと取っ手側もスポンジついてるのでガラスの外側も一緒にきれいにできる。いや、使えば使うほど感動できる素晴らしい商品。とはいえ頑固なスポット上ゴケとかはなかなか落ちないので、そういった時はメラミンスポンジを手で持って強くこするとか、あとはこういった曲面ガラス用のスクレーパーもあるので狙ったところの硬いゴケを落とすことも可能です。これもジェックスさんの商品でめちゃめちゃ安かったと思うので、気になる人は下の動画説明欄から商品リンクをチェックしてみてください。そうそう、あのスクレーパー持ってたの忘れてました。それだけ活躍する機会がないっていう。なかなかね、曲面ガラスはカーブが商品によって様々なのでちょっと使いづらい部分もあるんですよね。そうこう言ってる間にだいぶ綺麗になってきました。なんかこっち輝いて見えません？ガラス面の掃除だいぶサボってたので汚れの落ち具合がはっきりわかりますね。最後に低床掃除をしながら水替えをしてメンテナンスは完了です。今回は汚れ具合はっきり見るためにプロホースを使います。おお、結構汚れてる。あ、結構どころじゃないか、だいぶ汚れてるか。細かい汚れがどんどん吸い込まれていく。いや、 やっぱりプロホースは気持ちいいですね。こんな感じで底床全体をきれいにしていきます。最後プロホースを引き上げるとき、このまま抜いちゃうとパイプ内の水が戻って底床が掘れちゃいます。なのでプロホース引き上げるときはパイプの先端を指で押さえてそのまま抜く。今パイプ内には水が入っているので、これはバケツまで持ってって排水します。見てください、これめちゃめちゃ汚いですね。あとプロホースはこのストレーナー部分に水草とか溜まってるはずなので、パイプを抜いてまずこっちの刺さってた方の先端、これをすすいじゃいます。そしてこのストレーナー部分ですね、これもこの中ですすいじゃいます。手汚れてもいいっていう人はこのストレーナー外しちゃって、ストレーナーをここですすいじゃってきれいにしておくと次回使うときに嫌な思いはしないと思います。白いバケツだと汚れ具合が分かって気が引き締まりますね。
では最後にカルキを抜いた水を入れていきます。水を入れるときどうしても低床掘れちゃうので、こんなちっちゃい計量カップとか水草潰さないように入れて、このカップの中に水を入れていきます。あ、先にヒーターセットすればよかった。こういった上が狭まってるボトルとかって手を入れるとめっちゃ水位が上がるので、水が溢れないように注意しながら作業をします。あとは計量カップ入れたままだとレイアウトとして斬新すぎるので、これもゆっくりと取り出します。ではメンテナンス後のメダカボトルアクアリウム見てみましょう。作業完了したメダカボトルアクアリウムがこちらです。いや、だいぶすっきりしましたね。後ろに茂っていたポゴステモンデカネンシス全部根元付近からカットしてしまったので、水系としてはすごく寂しくなってしまいました。ただこの水草は結構早く成長してくれるので、また元通り生い茂ってくれると思います。ポゴステモンヘルフェリーは特に手を加えてないので、メンテナンス前と同じ状態です。ニムファミクランサは状態の良い浮き輪を3枚残しました。実は根元の方に新しい葉っぱも出てきているので、それの成長が楽しみです。メダカは何やってんだなんか餌があるのかな。この水槽にはヒーター設置してあるんですけど、正面から見ると全然目立ちません。というのもこういった曲面ガラスの水槽は両サイド部分にヒーターを設置すると光の屈折でヒーターが見えなくなります。実際今どこにあるかというと、こちらの右側面ですね。ここにがっつりヒーターついてるんですが、これが真横になるとほとんど見えなくなります。そしてこれも曲面ガラスの特徴なんですけど、水槽の後ろに設置したものはめちゃめちゃでかく見えます。今ヒーターがとんでもない大きさになってるんですけど、中に入ってる生態とかもちょっと大きめに見えるので、小さい生き物も観察しやすくなります。ただ撮影の時はいろいろと反射するので、撮影者の顔がバッチリ映っちゃうっていうこともあるので気をつけてください。というわけで今回は屋内メダカボトルアクアリウムのメンテナンス風景をお届けしました。我が家で使っているのはジェックスさんのグラスアクアリウムスフィア、まん丸で可愛らしいガラス容器なんですけど、この開口部がちょっと狭くていろいろと作業はしづらいです。なのでもしこういう球状のボトルアクアリウム探している方は、Amazon とかでフラワーベースで検索するといろいろ出てくるので、その中から球状のもの探した方がいいかもしれません。一応僕もこれとは別の球状のガラス容器購入予定なので、これは届いてから改めてレビューしたいと思います。というわけで今回の動画は以上です。もし今回の動画役に立った、参考になったという方は、チャンネル登録グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。